あもちゃ。カイポンティビオクソ、どうもカイポンです。はい。A さん、投稿が遅れてすいませんでした。まあですね、取って変わって、この話をしたいと思いますけども、まあ4月今、6日 ?6? ですね。まあ、多分おそらく新生活ということで、皆さん新たな門で旅立ちをしたと思うんですよね。進級したりとか、大学行ったり、高校行ったり。でましたね、新社会人として、日々ね、もう、就職して励んだり仕事に。そういう人いっぱいいると思うんですよ。その、変わり目だから。何が言いたいか、皆さんやっぱ通学とか、やっぱね、その、仕事とか大変だと思うんですよね。でも、1日から始まって、この6日間もこなしてるんですよ、皆さん。その仕事とか、通学とか全部。何が言いたいかって言うと、もう最強なんですよ、皆さんは。皆さんは最強。みんなは最強。私は最強をお送りしたいと思います。どうぞ。さあ怖くはない、不安はない、私の夢はみんなの願い、歌う歌えば心晴れる、大丈夫よ私は最強。私の声が小鳥を空へ運ぶ、なびいた服も踊り子みたいでさ、あなたの声が私を奮い立たせ、棘が刺さってしまったなら、ほらほらおいで、見たことない新しい景色、絶対に見れるの、なぜならば生きてるんだ今日も。さあ握る手とで光の方へ、みんなの夢は私の幸せ、きっとどこにもない、あなたしか持ってない、そのぬくもりで私は最強。